どうも、ビーレジェンド鍵谷です。今回もね、猫じゃらしのお二人にお越しいただきました。はい、はい。で、まあ、今回ちょっとね、あの、お二人に聞いてみたいことがですね、まあ、はい、皆さん、あの、お二人はビーレジェンドを飲んでいただいてるわけなんですけれども、はい、お二人の好きなビーレジェンドのフレバー、うん、これ何かっていうのを聞いていきたいなと思うんですけれども、いっぱいあるし。いっぱいある。はい、いっぱいある。で、まあ、まずじゃあ、トップ3から、もう早速ね、聞いていきたいと思います。はい、トップ3から、じゃあ、谷坂さんから。なあ第3位、デン。そんなバナナ風味。バナナね、イエーイ。そんなバナナ、はい。そんなバナナ、どこがいいですかね。一番最初に飲んだのが、そんなバナナだったんですよ。うんうん、でもバナナ好きなんで、なるほど、もう考えれなくて、うますぎて。あの、昔のプロテインって、結構、大豆大豆って感じじゃないですか。うん、で、水で割って飲んでも、やっぱ、うん、あドロッと感もあるし、ドロドロ感、うん、はい。で、そのビーレジェンドさんのそんなバナナ風味を牛乳で割って飲んでたんですよ。牛乳でね、はい、最初。なるほど。で、そんなバナナの牛乳で割るとあの味がするよね。商品名言えないけど。ああ、そうですね。赤に黄色の M マークの会社の、はいはい、おー、はいはい、味がするね、はいはい、そうですね。ただこれ水でもいいんかなと思って水で入れたらなおうまかったんで。なるほどね。何これと思ってそっからもうハマり出した味がバナナ。バナナ。そんなバナナ。そうですね。なるほど。やのに3位。3位です。ほんとこれはハードル上げてきますね。結構。これ2位、1位。これすごいね。だいぶ悪いかもしれない。めちゃくちゃ鬱陶しいな。すごいね。だいぶ悪いかもしれない。そうですね。ね。そうですね。はい。じゃあまあ、そういう、じゃあ、吉田さんの第3位を聞いてみましょうか。はい、僕3位は、デンメロメロ、あ、違うな。おお、言いかけたのに。何やねん。3位はおう、ハッピーピーチ。ピチピチハッピーチね。ピチピチハッピーチ。オッケーオッケー。ハッピーチ。なるほど、はい。ありがとうございます。やっぱ僕あの、ピーチどうですかね。果物の中で僕一番桃が好きなんです。桃。はい、その中でも白桃、黄桃よりも白桃の方が好きで。なるほど。もう飲んだ時、おう、あの何やろ、甘酸っぱいその初恋のイチゴみたいな感じじゃないですけど、すごいね、青春時代が蘇ってきたんですよね。青春時代の何が蘇ってきたんですか。いやもう恋が、恋、あの日の恋が、あの日の恋が、青春時代ペラペラやん、うん、そのペラペラのうちのあ、そうそう、その1ページに1ページに刻まれた。そうそうそう、だいぶ濃いですね。そうだいぶ濃い。でも3位。でも3位です。なるほど。じゃあ続いて第2位は谷沢さん、いかがですか。波動拳風味。波動拳出た。波動拳あ、じゃあご正直です。もうあれですね、めちゃくちゃ世代なんで。おお、ソファイ、ストファイ、ストリートファイターものすごい世代でして。なるほどね。でストリートファイターの何世代なんですか。僕2ですね。スーファミ、スーパーファミコン、はい、スーパーファミコンで、なかなかあのバルログを倒せなくてイライラして、うん、そうです、あれ倒せなくてスーファミ1台壊しました。イライラして。ファミコンあるあるね。もうほんまスーファミ、いやない、スーファミか、ミかありますか。 ないか。壊すことない。結構家庭崩壊するぐらいね、怒られますよね。まあそうですね、兄弟いればもうめちゃくちゃ高いんで、あれね。そうです。まあ波動拳風味出た時に、うん、まずんってなったんですよ、うんうん、どういうことと、うん、すごいパンチ力あんのかなと、うん、やっぱ波動拳なんで、龍が出す波動拳なんで。なるほど。で実際飲まさせていただいた時にもう、うん、何でしょう、夏、喉が夏、何全然通してない、ピンときてない一応乗ったのに。あのね、全然ピンときてない。波動拳、うん、波動拳来ましたね、確かに、うん、喉に波動拳来て、胃にも波動拳来て、肉体にも波動拳来たんで。なるほど。もう次の日龍になってる感覚はありましたね。味の紹介が全然できてない、うん、いやでもパッケージがかっこええやん。かっこええ、めちゃくちゃかっこええ。ほんまにパッケージに惚れて買う人も多分いるんじゃないですか。なるほど。で飲んで美味しいっていうのでさらにハマるっていうね。あるある。パッケージかっこいいんで、はい、結構入れ替えたりしてたんですよ、うんうんうん、そんなバナナ風味をあの波動拳に入れて飾るっていうね。なるほど。そうなんですよ。なるほど。味も好きですし、あのパッケージもかっこいいんで。なるほどね、はい。まあ、それはありますよ ね。 すね。まあやっぱりね、男子こう結構コレクター好きだったりするし、あのパッケージをね、結構あれこう置いておきたいの。そうなんですよね。そうです。一、はい、個聞いていいですか。どうぞ。なんで龍なんですか。
剣じゃなくて、はい、いや龍でしょ、まあベタに主人公は、まあまあまあ、うん、まあ、もし昇竜拳味だったら剣になってる可能性もあったって感じ。あ、それはありますけど、いやでもね、どっちかっていうと、あの会議で悩んだのは、はい、ザンギエフで悩んだんですよ。え？ザンギエフ。なんで？だってザンギエフ一番マッチョじゃないですか。え、確かにそうですね。こんなんすもんね。パワーリフターみたいな。パワーリフターみたいな。はい。結構、いやガチの話ですよ。ガチで会議で、はい、いやでもね、ザンギエフだよなとかって言って。まあ言い方悪いですけど、まあ脇役というか、そうですね。だからやっぱりどう考えても龍だよね。そうですよね。うん、まあ龍だったら波動拳っていう、まあ、うん、必殺技あるじゃないですか。うん、ザンゲフの必殺技ってなんやろ。スクリューパイルドライバーや。スクリューパイルドライバー。ボフボフボフみたいなやつね。コマンドめっちゃむずいやつ。そうそうそう。グリグリって回さないとダメ。めっちゃむずいんですよあれ。あのブランカも出た。なるほど。いやそれはただネタでだけど。ああ、ええ、そうなんですか。ブランカって言って。いやいやいやって言って、まあガチで出たその2はダルシムは出ました。ダルシムってなるともうインドやからカレー味になるんじゃないですか。ああなるほど。っていうかまあその時点でまあガリガリだからダメだっていうことで、あーあー確かにそれはあります。だけどなんかそのキャラで行く時はでもやっぱりザンギエフはちょっとガチでね、確かに言われてみれば、ね、検討材料には上がりましたよね。はー、これ初めて言うことですか。言ってないですね。言ってない。社内からは多分喋ったことないですね。貴重な。じゃあそうですね、そういうのがちょこちょこ YouTube でありますね。確かにね。そうなんですね。じゃあもう全部ストリートファイターのキャラクターの一個一個、ね、全部出しますよ。いかついな。俺今もうスト2で一個いいの。おチュンリーのスピーニングバードキックアジで、まあ、チュンリーって中国じゃないですか、うんうん、だから杏仁豆腐でスピーニングバードキック風味、はい、めちゃくちゃうまっすよ。で、あのパッケージも龍はこれもかっこいい。チュンリーこうやってる、うんうん、いや、もうこのやったーの、あ、そっち、あの足上げてる。そうそう、買った時かわいい、かわいい。これやったらもうそのマニアの人も買うでしょうし、女の人も多分買いやすいと思う。あ、なるほど。その表がそうで、そうっす、裏ぜひあの下蹴りやった時のチュンリーのパンチラのやつを。パンチラしてよう停止してみたけどな。見たんすけど一時停止してそれはしてた。わかるよ、わかるよ、わかるけどやったことはないな。言ってることはわかるけど。なるほどね、はい、僕はまあ2位はそうですね、波動拳ですね。ス、はい、リートファイターの波動拳風味。そうですね、なるほどね。オーケーです。じゃあ吉田さんの第2話は何でしょうか。はい、メロメロメロン風味。さっき言いかけたね。そうですね。なるほど。これね、ずっと前までもう僕の中で1位やったんですよ。おお、そうなんだ。でもあるもの、メロンピーチ美味しいよね、どっちも。うん、うん、うん、分かる分かる。ずっと飲んでて、である日、まあこれも美味しいからずっと飲んでたっていうのもあるんですけど、うん、牛乳で割って飲んだらどうやろうと思って。へえ、やったことない。いや、うん。うん、めちゃめちゃ美味しいんですメロン。いやもうほんまにもうずっと1位やったんですけど、この間あるのを飲んで、あるものを、まあ、これからね、はい、また発表されるある1位のやつが、なるほどなるほど、そんなすごい美味しいの来たみたいな感じです。そうか、はい、メロメロメロンの牛乳風味。結構これお客さんがあの飲んでる方からのコメントでとかご意見で、そういう飲み方で美味しいとかっていうのを聞くからね、うん、結構なんかね、悔しいのもあるけどなんか嬉しいのもありますよね。ああ、作ったのに俺が知らないって思うのもあるし。あ、なるほど。でもなんかそれだけね、その生みの親を超えてお客さんが知ってくれてるっていうのも嬉しいのもあるんで、うん、そうですね。それはね、なんか両方複雑な色んな気分が、うん、そうなんですか。いつもありますよ。じゃあまあ待望の第1位を聞いてみましょう。はい、いかがでしょう。ミルキー風味。ミルキ ー, ー、これも、なるほどね。まあ、ミルキーも、まあ、波動拳ミルキーっていうのは、まあ、最近のやっぱりフェイバリットワンツーっていうケースが結構多いですね。そうですね、やっぱり、うん、話聞いてても結構甘いの好きみたいで、うん、僕。ああ、でもやっぱりトレーニーはね、甘いの好きですからね。はい、で最近もそれはもうさっきのプロテインの飲み方の話だったんですけども、うんうん、あの基本持ち歩いてるんですよ、僕。シェイカーの中に、うん、あのプロテイン入れて、でカバンの中入れてるんですけ ど, なるほど、ブラックコーヒーの中にお、その3倍ほどそれ、ね、はい、うん、ミルキー風味を入れて、うん、混ぜて、うん、飲むっていうのが結構僕の中で好きで、美味しいね、はい、うん、落ち着くんですよ、もう。あの結構ね、あのブラックコーヒー前から言われてたのは、あのナチュラルあるでしょ、はい、あの普通の一番ベーシックな、 あのナチュラルをもうクリープかのように入れると、はい、で飲むとちょうど
なんていうの、まあ、カフェオレまでいかないんだけど、ちょっとそのコーヒーにあのクリーム入れたような感じになる。あ、マイルドになるんですか。そう、あのね、もう昔から。あ、そうなんですか。で、やっぱり飲みやすいです。飲みやすいです、ね、やってみよう。僕ブラックコーヒーはもう一回も教えたでしょうね。美味しいっす、うん、そうですね。バナナとミルキー試したんですけど、ミルキーの方がちょっと買ったんで、うん、って感じですね。なるほど、ね、はい、わかりました。そうっす、はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、吉田さんのナンバーワンは何でしょう。でん、僕もミルキーのポコちゃんのココア味です。マニアックなとこついてきた。いや、もうポコココア、あれうまいよね。てか全部うまいんだけど、あれ美味しいですよね。びっくりしましたよ。そこら辺に売ってるココアよりも普通に美味しいんですよ。だからもうプロテイン飲んでるっていう感覚では僕飲んでないですね。うん、それはわかるな。めっちゃわかります、それ。あのイメージ。そうそう、ね、普通のジュースとか。その飲んだ当日、まあ、ネタ合わせやったんですよ、うん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 、僕らネタ合わせで、次の日がまあ大事なライブやったんですよ、うん、で、あ、ネタ考えなあかんなって思った時に吉田が来て、井の一番に、いや、ここはめっちゃうまいって言ってきた。どうしても伝えたかったんでしょう。なるほど。それは別にネタにつながっていくわけではないんで、ね、もうネタそっちのけで、そっちのけで、ここはめっちゃうまいぞって言って、ここちゃんやばいぞって。買えよって言ったんですけど、買わないんですよ。ずっとミルキー。そうですね。なんか飲んでるとこ見たことないなと思ってたんですけど。そのずっと同じ味の。試そう、試そう。ぜひ、お茶。ぜひ、お試しも、はい。美味しいですからね。美味しい、ほんまに。いやー、なかなかね、このトップ3聞いてるだけで盛り上がりますね。いや、もう、うん、一生話せますよ、そうですね。なんかね、はい、いやー、ありがたいですね。もう結構ね、尺も長くなってます。そうですね。ちょっと、この辺りで、ね。そうですね。はい。はい、まあ、ということで、はい、お二人の好きなフレーバーのトップ3、はい、聞いてきましたけれども、はい、ありがとうございます。じゃあまたあのこれからも、うん、美味しくビーレジェンドをグビグビ飲んでいただければと思います。はい、ありがとうございます。で、ぜひ、猫じゃらしさんのチャンネルもね、概要欄に入れておきますので、登録ぜひしてご覧ください。お願いします。ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら、バイバイ。